さあ今回のランダム2オン、よいしょ、よしやっちゃおう。ああちょっといいの引いたと思ってんだよ。あどっちでも大丈夫、順番は、順番は好きな方で、はい、ああああ、はい、準備お願いしますね。じゃあ行きますよ。はい、行きますよ。はい、信号してる。うん、オッケーオッケー、やっちゃおうやっちゃおう。はい、じゃあ、はい、いいですよ、じゃあ始めちゃってください。はい、ストリートファイターカーニバル第何戦だこれ。ザ・ガローデンススペシャルランダム2オン2大会始めましょう。イエイ、うぜ、えい。はい、1P 側、配信ですね、配信 1P 側、定期と 2P 側、浅宮葵。さあ、マイ対ギースですね。ちなみに相方がそれぞれ、適当チキンチーム、そして浅宮葵、ボムチームとなってますね。さあ、軸と対空で落としていく、飛ばして、対空、あの対空が非常に強力、そうですね、前ちょっと飛び込む形になるとね、あれで落とされちゃいますね。さあラインを使ってじっくりと、あ、ここでシップに透かして後ろから確定弱足、ここは最後調出出がかりを烈風剣で止めて、まずは浅宮葵1ラウンド目取っていく。さあ終電間に合うのかどうか、そんな感じになってます、ね、はい、そんな感じですよ、はい、ランダム2オン2、全な、何これ、36?8? それくらい、あ、30? 32の2つだから36人ですね。ゼロ回線が2つできているという感じです、ええ、さあ、そんな感じで、まあ、サクサクっといきましょう。そうやね、さあ、大パン対空、浅宮さんのギースと、適当の舞ですね。さあ、カジエージになった舞、あと、調子が出がかり、止めて、飛び込み、取って、ジャックキックが待っていた、浅宮葵勝利。さあ、そして、出てくるのがチキン。あら、広告ありがとうございます。あれ、あっちやってないんだ。え、あっちなんでやってないの。あれ、やっちゃってください。あれ、誰だっけ、あれ。え、ガロボーさんのチームですよ。あ、ガロボーさんだ、言ったじゃん、ガロボーアーチャー対ナニフワークですよ。ああ、やっちゃってください。さあ、おっと、チキンが今回はビリーですね、キムじゃないビリー。ガロボー腕組んでチキンの後ろ立ってたもんね。あ、言ったんだけどね、試合だよっていうの、試合だよって、敵してるもんだと思ってた。さあ、まずは、わー、なんだチキン、パーフェクト勝利。お、チキンビリーなんだ。なんビリーですね。キムのイメージが強いけど、チキンはキャラによって変えますね。相手がキム使ってるとビリーですね、ダックとかもね、ビリーの方が勝利しやすいっていうねさあ、そんな感じで、じゃあレップ剣、レップ剣、そして当て身をうまく使っていきたいところ、飛び込み、ここはレップ剣で返して、そうですね、これプチで飛ばして、ジャックキックからの相打ち、押して、さあ微妙に体力リード、プチン、ここでじっくり行きたいところ、さあここで端っこ背負ったが、ここでプチンで切り返し、そうですね、この差し込んでくる下シーンに中段アテミ合わせて一発で画面端に追いやりたいところですね、で微妙にアドバイスですねあー、ここはくぐられた、超過炎、ここは一回ミスったか、キックから、あー、ここで絶対出すと思った超過炎 100% 入れ込んでると思った今まあでも入れ込むよ、あれはしょうがない、あの場合は。ということで勝ったのはシンビリー。さあ、これですね、ということで、ボム来たぞ。さあ、来ましたね、さあ、チキンとボムと、さあ来たぞ、 1P 側はチキンビリー、そして 2P 側はボムチンシンザン。もうチンシンザンの使うボムさんなのか、ボムさんの使うチンシンザンなのかわからないって相変わらず、あー、ここが踏んじゃう、
さあ、俺思い出されますね、あの世界大会のいくら勝ってもビリーカーン、あれを思い出される。あれはひどかった。いや、この間のね、ビリーカーン祭りはトラさんがね、それ食らってましたけどね。あら大変な。さあ、ここで紹介。さあ、この体力差を生かしてうまいこと立ち回りたいところ、ここで紹介に手を出してしまう。しっかり割って、さあ、ここは何かミスったか。ほぼ体力5分、若干ビリーなのか。さあ、残り時間は20秒。ここで伸ばして、あ、優勝取っていく。先にダメージが入って、ビリーのチキン買っていく。モモさん、バクライフをいつ貯めてるか分かんないから怖いですね。あ、うまいですね、モモさんのバクライフのやり方は。ほんとうまい。こっそりバクライフを全員一まである。あ、これ対空飛ばしが出がかりにつかされてしまう。ここでピヨって、ピヨった。さあ、ここピヨリからピヨリまではいけない。しっかりと強パンサセコンじゃなくて、セプコ決めて、ここで相手バクライフ、ここですね、こういうところ。あ、ここでバクライフを出がかりに刺さってしまった。勝ったのチキン。さてさて、ああ、ちょっと連戦にしますか。どうしちゃう。あ、いいんじゃない。連戦にする、うん、こっちにする。それでいいんじゃない。ああ、じゃあタケアンディ 3D とトロ宮内。はい、タケアンディ 3D。 あ、D3D さんやってますね。タケアン D3D と、トラ宮内。トラさん、そうですね、チキンはもう強いキャラとりあえずやり込んでるんでね。シンサムで決めてもいいよ。あ、シンサムだったらそのチームはないだろう。終わってんな、そのチーム、うん、さあ、ワンピーガーが宮内トラ、ツーピーガーが D3D タケアンと。さあ、宮内さん友情参戦ですね。先ほどバーチャファイター 3TV 見事優勝を飾った宮内、 1P で相方はトラ、そして 2P 側、新サムだったらチートチームですね、 D3D だけやん。新サムだったらもうこれ終わってますね。あ、終わってますね。ふざけんな、ランダムだからディガインしろっていう、ね、ということで、宮内対 D3D。 さあ、これ D3D さんがエルフ勢なのかどうかがまた一つポイントになってきますね。ならねえよっていう。何勢なのか。宮内さんはエルフ勢ということが。そうですね、これはね、お、通りすがりさんが広告出してくれた。名古屋から賄賂くれましたね、これね。名古屋勢、そうですね、まあ明日で名古屋はね、もう終焉を迎えてしまうのでね。さあ、しっかりと削っていく。飛び込みにしっかりとダイル M 出せる。あと一発でピョッちゃうよ。さあ、起き上がり、ここしっかりガード固めて。さあ、宮内さん相方がね、テリーも使っている。トラさんでいろいろとアドバイスを受けていましたが、ここはまず1ラウンド目、タケヤン D3D チーム、 D3D の前で取っていくと。お、ダイヤシー、ここは飛び込み、リエムでしっかり返して、ダイヤシー届く前、いいですね、あの間合い、もう審査もやってるかのようなね、前管理。さあ、前はかなりね、審査もとかの差し合いの応用効きますからね、単発の技。かなりこうスト2力の高いキャラになってますね、前ね。さあ、ゆっくりと立って回っていく。しっかりガード固めて、あ、ゆうち、転ばして、ジャックキックからの、ダイヤシー転ばして。通常技の判定がね、まあ、非常に強いんでね、そこをうまく刺していきたいところだが、ここは近づいて、いいですね、大足見てから、大キック見てから、ちゃんと歩き、あー、ここで後ろを取ってコンボ、あー、ここは若干安かった、いやー、3TV だったら死んでましたけどね、今のね。そして、あー、ここでリュウエンブ返せない、ここでリュウエンブしっかり大足を燃やして、さあ、残り3秒、じっくりと行きたいところ、追ってきたところに大キックが刺さる、宮内取り返す。さあ、いいですね、このお互い、あ、ガロボさんのチーム勝利、ガロボ勝利。はい、じゃあ向こうで、エンテイササスカとチキン適当、向こうでやっちゃってください。向こう側でお願いします。さあ、こちら3ラウンド目、ダイヤシー卓球でダイヤシー立っていたところに立ってしまう。ここで
さあ距離を取って飛び道具打ち合う。ここでじっくりと近づいて前足を避けて、そうですね、この大足ギリギリ届く間合いっていうのがテリーいやらしいですね。さあ大輝くん、さあどっち、ヨンイちゃん、あ、ヨンイちゃん、ヨンイチグリグラチーム勝利、ヨンイチグリグラ勝利。さあ、5、あ、ここで課長戦が出明かりに刺さる。勝ったのは D3D。じゃあ2番目の台で、暇人ババアと春道鳴沢優衣、暇人ババアチームと春道鳴沢優衣。さあそして出てくるのが大将トラ、今日はベアかな、トラさんは、トラさんはベアですね、ベア、ベア対マイの対決ですね。あの卑猥なベアハックが見れますよ。これはもうね、エルフ勢歓喜のベアハックが、まさかのあるのか、18禁放送。あーっとこれ受けられなかった、足払い、ここはタックルに切り返してザッキーからここはしっかりと吸っていく。さあ画面端、ここでリュウエンブがなかなか機能しない間をしっかりと狙ってましたね。そしてここは斜め下投げをしっかり入れ込んでいく。まずはベアで、この次の試合が6つ目エアガイつかめんと柴田のなので、じゃんけんだけしといてください。はい、お願いします、はい。いや今最後はあれですね、 D が漏れてたんでベアハックしっかり狙ってましたね。18式のベアでしたね。あのベア側がね漏れた技によって何を狙ったのかこうよく見るっていうのがね対戦では非常に重要って言いながら燃やされて、さあここタックルガードして、ここは無理はしない、ここで大キック刺さってしまう。このヘリ、このリュウエンブ、アユシダウンを奪って、ここは飛び道具抜けてくる。さあ再び画面端を背負って、このタイミング、あー、そして最後ジャックキックからのしっかりとボンバー入れ込んでいく、トラ勝利。さあそして出てくるのがタケヤン、今回もジョーでしょうかね。さあもうベア対ジョーっつったらもうなかなかいい組み合わせですよ、まあ、完全に五分ですからね、嘘ですけど。さあ大変ですね、大変なことになってきましたね、大変なことになってきましたね、なんかすごい人数でいろいろと。さあジョーステージ、タケヤンジョー、ね、さあこれですね、このスライディングが間に合ってしまう。どうにか相打ちを繰り返して画面味を背負わせ、そこから頑張りたいけど、なんでか投げ間合いが狭いんです。ジョーは投げられ間合いですかね、投げられ間合いが狭い、ちょっと若干狭いですね。だから今ちょっと深めに気持ち当ててるんですね、今ので吸えないんです、ギリギリ多分ね多分ギリギリ吸えなかったと思いますという非常に相性の悪い、ここで読み切って、ここでズサザーが出ないプレッシャ ー、ここで最後赤いワーター目吹いていく。いやー食紅に入ってるから体の毒ですよ。そうですね、ちょっとね赤色南郷みたいなね、そうですね、まあ本当ね結果から言うとね、あのベアの飛び込みはスライディングで落ちるんですけども、それがなかなかできないプレッシャーをかけてしっかり飛び込みを通していくという感じですね。もうガードでもいいんです、近づいたら投げがあるんでね、その辺をしっかりと狙っていく。ここからここはスライディング落ち着いて、ジャックパン止めてキャンセルで綿飴大キック、出明かりを潰すところ、さあここまで油断ならないですね。これですね、大キックジャンプ、大キック非常に強い。そしてジャックパンとハリケーン相打ち、そうそうそうですね、この騙されちゃいけませんからね、これ圧倒的にね、もうジョー不利ですからね、嘘ですけど今の説明でなんでジョー不利なんだよっていうね。え、これ五分ですよね、五分です、完全に五分です、あの 9.5 そう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 、っていうこと言うと、ね、いやそこまでの差はねえだろうとまたコメントに書かれてそうね、おなんかすげえ溜まってたな今の、危なかった今、ああいう人だったら大変だった。さあ空中なんか漏れたようにも見えたが、さあタケヤン、トラ殺しなるか、あーここは情け容赦のない感じ、おっと硬直がない、あーここでバックレス拳、あと一発、ここは最後タイガーキックしっかり仕留めた、タケヤン、トラ殺し、勝ったのはタケヤン、 D3 ペア、じゃあ芝と、ダーの6つ目野外つかめ、はい、芝ダーの6つ目野外つかめお願いします。手前の配信内ですね、
そうですね、やっぱ体力リードもね込みで落ち着いてやれるといけるんですけど、そのね落ち着きを乱すようにうまいこと立ち回っていきたいところですね。ドササに紛れてという感じです。さあ、そして配信はエアガイツ仮面、エアガイツ仮面、エアガイツ仮面対ダーノ、ダーノエアガイツ仮面、今日はキムですね、キム対ダック。ああ、いい組み合わせですね。これも五分ですか。完全に五分ですね。完全に五分です。完全に五分ですね、はい、まあ、嘘ですけどね、これね。まあ、とてもね、下 D 振ってるだけでダックがきついなんて言えませんよ、本当に。下 D 振ってるだけでダメなんだ。きつい。さあ、高速バイク通って、お、うまい、ダーノ。さあ、ここですね。さあ、ここ、ああ、こう入れ込んでますね。さあ、ここキャリー、おギリギリ、ここで今ちょっとブレーク入れようとしたんですが、ここ危ない、転がりでしっかり狙ってきた、ラインも使って、さあ、ここはガード、砲脚2連発削り切った。いや、いいですね、でもいい動きですね。さあ、ダーノかなりね、いいブレークスパイラルの流れだったんでね、ここで、おっと、ここ見えている、さあ、対空、対空、翔太が見えてますね。さあ、角換はなくて、ここですね、この飛翔脚をどう処理していくかっていうのが一つポイントですね、ダック戦、ダックはね。さあ、ここで裏からコンボ、ここはコンボ、まだピオラだ、飛び通って逆間から、あ、裏を取って、ここは若干安いが十分なコンボ。さあ、お、赤くなったぞ、チキン、チキン、チキンが勝った、チキン勝った。じゃあ、ダイダイで、さあ、ここガードして、スライディングからの、ここが反格なし、信号死にかけとチョニキなる。さあ、別ラインでしっかりと待っている、ここで待ち構えたヒエンザン、後ろを取って投げが通る、信号死にかけとチョニキなる。さあ、ここで最後大のヒエンザン勝ったのはエガイス仮面。さあ、来ましたね、ん、今日の注目カーブ、シバ君が、ああ、シバ君来ましたね、シバ君ね、栄養値派なのでね、この切り替えスイッチなら配信台なんで勝ち進むごとにずっと映るという、こう非常に10米使いに優しい今日配信になってますよ。さあ、エアガイス仮面キム対芝10米、そう、お、名古屋勢か、いや名古屋勢じゃないよ、芝君。芝さんいつから名古屋になったんですか、いつの間に。もう絵落ちて聞くとみんな名古屋になってる、そうですね。まあね、いわゆる家庭用のネオジオってね、栄養値が一番近い配置になってるんで、それに慣れてるとね、そうなるんですけどね。ね、押しにくいボタンがね。そう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 。さあ、じっくりと君の体力奪っていく。そうですね、こういうちょっと距離を保ってうまいことやっていくという感じの対戦がメインになりますね。一発もらっちゃうと危ない。あー、ここで入った、これはギリギリピヨっていないが危ないぞ。このヘリ超減ってんだけど。おい、ナルサユイ。さあ、ラインを使って逃げていく。ここでライン、ナルサユイ勝利。じっくりと使っていく。巣まで若干見えない。体力リードしてるのはキムですね。これでエアガス仮面がじっくり AB で逃げ切るのかどうか。さあ、ここ。うまく追いたいところだが、なかなか追わせてくれない。さあ、ここ、最後まで。あー、何も通らない。今、最後ね、何言ったんですけどね。さあ、逃げ切った。予策がいないときでも予策死ねと俺は言わなきゃいけないのか。予策死んでくれ、頼む。予策は明日名古屋に行くらしいですね。なんか嘘の住所教えましょうね。あー、台は2比較定。ここはダッシュ2本つながっていないですよね、今ちょっと。反応できない。あ、これで、ピヨってしまったか、今の倒れ方。しっかりと、大せんべい。決めて、芝取り返す。そうですね、一覧の目でああいう動きをするって見せてるから、ちょっとあれですね、余計こう、逃さないようにうまいこと立ち回りたいという感じでしたかね。予策はあれですね、試合の前にマウンテンとか行ってもらえますか。そうですね、しっかりと。ちょっと、まず登頂してもらってから。まずからと。あそこ甘いからどうとか以前にまずいんだよね。あれまずいんだ。なんかね、実はうまいとかじゃない。水もすごい臭くてね、やばい。なんか、あ、なんだ、ピヨってしまった。あ、だがここはしっかりと、まだピヨっていない。
じゃあこれで当たると危ない。さあしっかりこのリードをうまく押したいところ。あ、拾った？いやまだですね、これで。さあしっかりここで投げ、これをいってしまったか。シーバ取り返す。さあそして出てくるのが大将むつみ。でもエアガイつかめワンチャンありますよね。そうですね、やっぱキムなんでね、どうしても10米は結構難しいところありますね、うん、え、あ、5部あ、え、あ、10米不利だと思います、さすがにこれはさすがに、さすがにこれは5部って言ってらんないです言ってらんないですね、はい、いや辛いとかいうのこんなんがね、あれですよ、バロボーさんぐらいなもんで、ね、さあ向こうも終わったのかなさあ行きましょう、むつみ、アクセル、そして芝10米ゴンさん、ゴンさんいる、あ、あ、じゃあ俺か、この次ですね、この次、ゴン、みーちゃんとアキラフェア、なのでじゃんけんだけしといてね、あ、じゃあじゃんけんしたって、これどうなの、結構珍しい組み合わせだけど、アクセル10名ですか、結構ね、実は意外とゴムに近いです、意外とお互いそんなに直接触れる機会がやっぱないんですよね、で地味に立ち回ることになって、まあ、飛んだら落とされちゃうんですよ、まあ、若干10米はアクセル落としづらい部分はあるんですけど、まあ、若干ね、まあでもこの対空前さえやってればうまく対空できるという感じですね、でじれて飛ばされた、あ、これですね、このライン飛ばし対空、これが非常に強力、さあこの後落ち攻めでピオリがあるぞ、あー、ここで対空ミスで、これ何が来るか、しっかりとバックステで避けてパンチで返していく、これいいですね、さっきのは投げられ前云々もありましたけど、アクセルも投げられ前がちょっと後ろに引いてるんで、10米の固め投げとかが結構やりづらいんですね、なんであの固めからの猫じゃらしとかダッシュ2本強いも一応透かしやすいという感じなんです、ただこの飛び込みがね、これで飛び込みがほぼほぼあれでね落とされてしまう、そしてここのダッシュ2本奥の障害物もねピオリ違ってかなりピオリやすくなってしまいますね、さあここせんべい耐久、まあ、逆に言うと相手はね取れる時が多いので、さあここしっかりと投げられない前で出していく、うまいですね今のアクセルダッシュね、さあここせんべいしっかり返していく、あ、ここで危ない、ここつながっていたらピヨっていた、ここでダッシュ2本まだ生きてるよ、ただ起き上がりのジャックパンとジャックティックかな、相手今飛び込みにヒットしてジャックパン当たってたから連打技出てたらピヨってたね、惜しかった、さあでもその辺はねもちろん結果論なんでね、あれですけども、さあそして基本はねこの地味な飛び道具の削り合い、そして、まあ、アクセルの方が飛び道具の性能はね悪いんですけども、ここでうまいこと、あ、ここでうわー連打技が飛び込んだ、ここで後ろ取られてしまった、ここが攻めすぎたか、若干足りない、まだあるぞそしてエアガイスコメも煽ってますけど、またミスりましたね難しいですね結構ね、あれね、さあここでまた目が止まらない、さあいつ投げに来るかと警戒しながらのせんべい固め、そして対空はこの車台パン、ほんでさあここ残り20秒、このじっくりとした前がまた再びきますね、部活にお互い飛び込めない、さあリードを千葉君じっくり守っていきたいところ、さあ赤くなったぞ、これで体力差が歴然だがまだ分からない、ここで残り5秒になってしまう、起き上がり先うまかった、さあここで厳しい格好のタイム、さあ芝君が最後まで逃げ切った、勝ったのは芝ダーノチーム、おいじゃあ俺かゴンミーちゃんとはアキラフェア、この台手前、そして奥の方がジョニキナル、新じゃあ空いた台で、タケアン D3D 春道鳴沢ゆいお願いします、あっちの台、あ、今、この次ですね、うん、さあ、
さあ、ワンピー側がミーちゃんで、ツーピー側がフェア、フェアがキムタファン、おなじみの、めんどくさい色使ってますね、この人も。さあ、終電が押し迫ってまいりました、高田のケース、ミカド。ただいま、ランダム2オン2、進行中でございます。さあ、じゃあ、有識者有識者いいんですよ、いいですよ、ゴブって言っとけばいいんですよ、ええ、どうもこんばんは、アロセデミクミです。もうちょっと、はいはいはい、上品です。さあ、割とこのね、あのフェアさんがね、あのやってるところあんま見てないんですけど、できてる感じ、皆さん本当こっそりねやられてるやつ。皆さん結構こっそりやってる。そしてゴンさんですね。あ、ゴンさん。ゴンさん。ゴンさんもキムで結構あれですからね。ゴンさんが今日なんだ。あ、ゴンさんもキムか。キムです、ね。キムと、うん。キムキムです。あ、ユシの名前。あ、申し遅れました。ユシ、ガロスピユシキャらしいムツミです。あのノーフィーチャーのムツミ。モイプロユシキャついてます。モイプロユシキャです。はい。はい。はい、さあ、キムキム。ガロスピは、まあユシ。ガロスピのことを知っているモイプロ。モイプロの先輩です。ガロスピの前、はい、モイプロで。あっと、これはピヨンってない。あ、モイプロの大会は今日はないです。今日モイプロの大会じゃないですよ。あさって、名古屋のアーバンオスでグリーンでやります。そういえばやるんですよね。はい、明日のガロスケのお祭りの翌日に、あれお昼12時から5時間ほど。あれいつの間にかフェアさんがやられてますよ。やられてます。赤色使ってやられてますよ。宣伝をしてる間に A プラス B を押すといいですよ。そうですね、すいません。はい、ハトさんも、なんか行くことになっちゃいますね。俺も名古屋。ということで奥が4位ちゃん勝利。4位さんおめでとうございます。走行している間に、フェアさんが優位に手を進めております。じゃあ、チキン適当と、ガルボアーチャー、奥の台でお願いします。お、出るかな。さあ、もう客入った。え、まだ残る。まだ残る。この。さあ、フェア。どうだ。半月は削っていいですからね。削って、ジャックパンくらいのダメージいきますからね。潰していく。さあ、ゴンが勝って。大将アキラを引きずり出すと。世界2位のアキラさんですよ。世界2位です。今日もアキラさんビリですもんね。今日ビリですよ。ガチですよ。ビリですね。ガチですね。もう。あ、そう。ガルボーさんは、あ、ちゃんとアンディなんですね。ここでガルボーキムとか書いてあったらどうしようかと思いますよね。結構ガルボーやりかねないので。やりかねないですよ。昔からキムが大好きだったっていう。さあ、ワンピー側が、コンさん。コンさんですね。秋葉の某カードショップ店長、コンさん。さあ、連続技、しっかり削っていくが、アキラがリード。さあ、センターで。さあ、ワンライン。あそこ押しない。さあどうだ。おー、砲脚生出し。とりあえずガード。
さあ1回でも応援に対決っていく。今日の三ですもんね。今日は届くんですね、あの前。今日だと届く。そうですね。端端でも届くんですね。ああなるほどね。こっちがなんか打足すると。さあラウンド2。はい、さあ、さすこ、さすこ。あー、ライン飛ばしきた。もうライン飛ばしが近づけないんじゃない。うわー、来た、ホームラン。ホームラン来ましたね。ホームラン。あー、誘致 OK ということで、勝ったのはアキラ。ええ、あの大将ですよ。勝ったのがアキラ、アキラ、アキラフェアチーム。というわけで、じゃあすいません、そのまま連戦になっちゃいますが、柴田のとアキラフェア。あ、アキラさん連戦になります。はい、連戦です。あ、あ、そう、柴君と。さあここで。何気にこのアキラさんとフェアさんチームも結構やばいですよ。はい、アキラフェアさんって結構やばいよ。やばいです。冷静に考えて。あ、カモンベイビー。ガロスペのトップランカーと MIA のトップランカーですからね。しかも昨日フェアさんは2000で優勝しますからね。さあ、ダーノダックと対するは、フェアスキムと。ちょっとコンパネの関係上連戦になってしまったということで、さーっと赤く光って投げられるか。さあまだまだ痛い。まあチャンスはまだあるぞ。あの落ち着いて、さあしゃがみしいからの半月さん。さあここで、さあ1本目はフェア。ちょっと抱くのが避けてちゃうんですね。さあ2本目。さあ、あれ潰せたらやべえな。しゃがみでやってるだけで本当。さあ、今日は一瞬判定消えちゃうんだよね。ああ、これ一瞬判定消える。判定引くんで、また前入れる。ああ本当だ、ダックが危ない。あ、うん、スライディングで潰して、さあ1回はやってみたい、ブレイクスパイラル。いやー、踏んでいく。さあ、フェア勝利おめでとうございます。さあ、柴さんです。タキャン、お、タキャン D3D、新サム勢が勝利。あ、じゃあじゃあそこで、ここであれですね、ジョニキナルト、4126グリグラ、そっちの台でお願いします。さあ 1P 側が柴さんで 2P 側がフェアさんですね。さて、さあ柴くんですね。柴さんです。俺どうなの。さあ、さあせんべい。さあ、あ、これつながってる。最後移動投げ。いや、あのね、さっき野試合の時俺もやられたんだけど、あの柴くんの画面端の固めがね、結構やばいよね、あれ。しかもミスらないんですよね。ミスらないよね。しかもなんかせんべいがね、発生補助付きっていうね。そうですね、はい。さあ、で投げ通る。あ、ピヨってピヨってんの危ないぞ。いや、これ足潰される。さあピヨった、しこった、投げでとりあえず仕切り直し。あ、いやー、
せんべい一発分砲却爆線関して壊し叩いてしたり、さあ注目株、注目のビッグカードがここでさあ芝明、芝対明、芝明ですよこれ、芝の10名と明のビリー、あれですね、もう解説いらないですけど強く見ていただいていやこれ世界大会では実現してないカードですからね、幻のカード、はい、でもこれ世界大会で実現してたらちょっとアキラも危なかったぞっていう、ね、ひょっとしたら、あれ柴さん誰でしたっけ、コウメさんだったっけ、コウメさんですね、はい、確かもしくはさあせんべいで牽制、だから五分五分ぐらいですね、あじゃあ完璧でいいね、さあせっこで削っていくせんべい、せんべいバリア、さあ潰してもせんべいは飛んでくる、あっやばいぞ、このままどうだ、あ今の旋風痕ですかね、いや今旋風痕かな、旋風痕だな、あっ立ち強パン、立ち強パン、さあせんべい開幕相打ちでせんべいが飛んでくる、さあせんべい、さあ芝地ウエタアキラビリー、さあこの全一十兵衛と全一ビリーと言っても過言ではないと、あえ奥がガロボー、チキンがガロボーを破る、おまさかの、まさかじゃないかチキンお見事、さあチキンお見事、そうこう教えるうちに、あこっちは今芝さんがリードしますね、さてじゃあここで芝さんが1本取り返しましたと、さあお、そして 1-1 です、ぶっ飛ばし対空間に合う、さあせんべいしっかり食べて、弱せんべい強せんべい強せんべい、さあなんとか近づきたいアキラ、おっさしていくが、さあ大せんべい、そして先攻撃うまく混ぜていく、さあコンボ入ったがとりあえず逆転、まあ、結果オーライと、さあせんべいは避けていく、残り15秒、さあここで近づきたい芝、さあ有直系のせんべい、さあ近づきたい芝、どうだ残り5秒、4、3、おー、いやー猫じゃらし芝勝利、芝さんお見事でした、いやー芝さんお見事、で、クソキャラだな本当にいや面白かった、ありがとうね本当に、いや、いい試合だった、いや、いい試合だった面白かった、じゃあちょっとこっちの方、はいよ、いや面白いねやっぱね、いや面白かった、今ワンピーが前に使ってるのが D3D、 あ両前じゃねえか、D3D がいつもだと青い方が、ね、D3D、さてさて、鉄道前、さてこう、ガロボーさんが負けるわけがないじゃないか、そんなバカなって、死んでる、もうそうじゃない多分、いやガロボーさんがね、まあ負けないと思う、多分見ましょう、ニコニコ王者のガロボーさんですよ、そうそうそうということで、チキンが、
ガロボを倒したということで。さあ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 、はいはい、え、なんだアキラブーメランっぽいよって、なんだそれ。あ、負けるわけがないって。アホか。自分で言ったら多分アホじゃねえか、これ。何言ってんだ。しょうがねえな。1-1で。おー、しっかり返して大リューブ見えてる。さあ削って、あー、ここで教室若干安いですね、あれね。さあここで削ってきて、ここでカップ半しっかりと減った。D3D 勝利。そして、チンですね。チンが出てくる。D3D さんと、タケア、チン様だったら最強コンビ。最強ですよ。さてさて。さあ、一方その頃、あちらはベスト8ですね。ジョニキナルと、4126グリグラ、こちらの方が、対戦しています。マチキン、さあ、まさかこんなに組んでしまう、こんなに人が来るとは思わなかった。かなり今日いますね。ありがたいですね。しっかりですね、このチクチクする舞で舞がどうやって返していくかっていうのがね、ポイントですね。さあ、まず準決勝第1試合。おっ、しっかりジャッキック、いいですね。今日のチキンはビリーと、なんかね、あの、キムで最近、キムとジョーっていうイメージが強かったんで、あ、そうですね、まあ、ビリーもね、使ってます。あと、これで非道なラインにが来るのか。ディスイーさん、あの、ギリギリまで追い詰めて、転がってってください。それです。あー、あー、ギリギリ。たまった。2回目は返しやがったな、あの野郎。さあ、よさくムーブ。さあ、ちゃんとピーターとやるとめんどくさい。そうですね、これが。お、そもそも乱入した形になるチンなのに、なぜ2ラインなのかっていう、ね、勝利と。さてさて、さてさて、飛び込んで、さあ体力リードを奪われているのがビリー側。ここで飛び込み通していくが、マイ相手に飛び込みは結構めんどくさい。じゃあちょっとね、終電、あ、はい、終電危ないので、はいはいはい、並行してやりましょう。そうですね、柴田のと、ジョニキになる、手前側でお願いします。はい、お願いします。さあ D3D 取り返した。ここでシーンあるのか。見立てが十分試合に入ってきた感じ。さあ手前ではね、準決勝もう1試合も始まっています。ダノ対ナル。さあこちら最後まで、ね、見ましょうかね。さあデュエンブ、ここで格好はなかったが食らってしまう。大キック対空。さあここは飛び込み間に合わない。出足転ばして投げを通した。さあここ落ち攻め、何からいく、投げを通していく。ここで体力逆転、トイタクを通していくが、最後燃やされてしまった。惜しい。うわ、 D3D さん惜しかった。お、リュウトさんが広告出してくれたのかな、ありがとうございます。さあそして座るのが竹安城。あ、いいですね、竹安城対、おっと手前、ここでブレイクスパイルが決まったか。さあ状態 B ですね。竹山も結構ねビリー戦はやってるはずなんでね、ここでどうなっていくか。ステージは上ステージですね。さあじっくりとラインも使って逃げていく。しっかりとスラで割って、これでスラを覚えたんで次からあんま手出さなくなるのがチームですね。ここで、あー、飛びが通ってしまう。これでピヨって、ここはコンボ見せなければいってしまう。お、2の2ヒット最後決まりました。さあ、タキア、1ラウンド目取っていく。これでかいですね。でかいですね、これ。さあ、チームシンサム、対象がタキア。あー、ここは踏んでしまう。
ちょっとね受けづらいんですね。やっぱこれも大キック間に合ってしまう。これこのね端々でね、この組み入った話なんだけどね、端々でハリケーンアッパー一点読みで飛び込むじゃん。弱体が弱ハリケーンアッパーを着地で背中に当たるんだよ。そういう間合いなのこいつ。そうそう、今結構読みで飛んでも端々だとダメなのこの組み合わせ。ちなみにそうなる組み合わせはね他にもあってね、アンディとかね、 あとクラウザーもなるね。その3キャラになってしまいます。覚えててくださいね、ビリー使いの方。何気に竹谷誤信が完成して誤信完成します。端々だったらですね、あくまで本当に端だったらちょっとでも寄ってれば一応着射できます。だから強パン当たりません結局っていう。飛び込む場合どうするんだっていう。さあ追い詰められた。さあどうだ。じゃあここ、あー下大パン、竹谷追いキャッター。勝ったのは竹谷 D3D。じゃあ手前側映しますか。行きましょう。おっとブレイクスプレーが決まったのか。あーここはダッシュ2本。どうして、あー飛び込みが通ってしまう。ここはさあナルジュベが負けた。今のせんべい弱だったんで、あれ死んでなかったらね、あの後にせんべい食らうパターンですね、ローリングの残りがで。あーでもダーノさん今の試合で2回ブレイク決めてましたね。今ね決めてましたね。ちょっと配信に乗ってなかったのが残念ですが。さあそしてジョニキビリカン、これはもうダクキンがあるやつ1回ガーサすらふにゃふにゃですよ。もう大変ですよ。あまり言いませんけどね。さあ下大パンが届く。ここでどうする。はい、ここは悪くなかったんですよね今ね。そして飛び込みになってしまう。出るぞおい。ここで大パンしっかり決めて、このヘリ、まあ、一発入ればいいんですがなかなかそれが入らない。もう一回あのジャックパンループにはいけないんですね、あれ。ちょっと行きづらいですね。ダックの暗い判定の問題でちょっと行けない時が多いですね。さあ1本目取ったのはジョニキー。さあ先ほどナルに対して結構いいブレイクスパイダーで、そうですね、いい感じで距離いきましょう。さあここダーノ、さあここでしっかりと飛びがいったか。さあダーノヘッドスピン、ここで対空射大パン、三セコマ決まって、赤ゲージ、ここから怖いぞ。さあスラをここで入れ込んでいたがバックステップ、そして投げが通って、勝ったのはジョニキビリー。いやーすごい。そして出てくるのがシバジュベ。もう俺も死んでるんだよね。さあまたビリーですよ。シバさんビリーですよ。でもねビリーが多いのはねジューベ的には美味しいんだよ。ああそうそう結構、ね、これジューベ的にはビリーは、あ基本的にジューベ有利ですね。はい、ジューベ有利。さすがのシバ君でもジューベ有利って言うだろ。これはさあじゃねえよ。さあとか言うのあの野郎本当に。まあでも結構本当いい試合になると思います。あーこの吹っ飛ばし体育ねきついですね。これね一手書いてで、あとなんか弱せんべいでもらってもピヨっちゃう状況になるんでね。さあジョニキジョニキビリーで芝中上。さあしっかりと投げ返していく。さあタイミングを置いて、これ飛び込みが通らないですね。対空しっかり間合いによって使われていきますね。さあこれで赤くなったな芝十兵衛。ここで危ない、これピヨってしまう。あそしてダイナマイトですね。ちょっと連続で刺さるとピヨっちゃうんですね十兵衛相手だとね。これはこれでジョニキ負けたら明日ウイローの K ですね。おいいですね、アキラさんのダイヤ当てにならないとか煽られてます。別にダイヤとかどうでもいいんだよ別に、うん、さて、ね、結構ね、そうそうそう、なんかね、そう、言い訳にしてると思う人がいるんだけど、そうじゃない、単純に思ってることだからね。あー、これはまずい、飛び込みが。ああここでピヨってしまう。これは終わってしまったか。小倉トースト確定、ジョニキ小倉トースト配信。これは名古屋ちょっといい店紹介してくださいね。じゃあ決勝戦ですね、行きましょうか。
芝田アノと竹谷ディスリーディ、はい、行きましょう。後ろ後ろ、さあダックジューベイチーム対ジョーマイチームですか。まあ、俺のアルテにならないダイヤだとマイジュー、マイジョーチームはかなりチーム的には勝ってますね。でも今日のね、あ、チーム決定した時のね、フェアさんのはしゃぎっぷりが、うん、はしゃいでましたね、フェアさん、ね、ましたね。でも俺近くにね、シュバックがいるの見て、あ、死んだかもと思ってましたからね。さすがにね、まあね。さあ決勝戦、はい、行きましょう、決勝戦。さあダーノーマイ、ダーノーダック対 D3D マイ、まあ、どうにか近づきたいけども前の牽制技がそれを許してくれないという感じの組み合わせですね。割とこの組み合わせもなんかありそうでない組み合わせでね、結構そうです。あ、これでピオリは行ってなかったか、ピオった、さあしこったところ、あとしっかり決めていく、まだ残る、はい、ここは残って、あー龍炎武ちょっと若干安かったが、ここで再び飛び込みを通していく。そう、ダーノがなんか回を追うごとにこう、そうですね、なんかかなり覚醒してってます ね、後ろに控えてるちょっとね、シバ君が頼りがいのある感じなんで、伸び伸びとやってる感じなんですかね。ミカドは結構ね、あの ダックに見せられた人たち多いので、ダックはね、使ってて面白いね。お、ジャックパンから何を通していく、さあ投げ通しちゃう、ゴレンナーに、いやこれは結構太いですね、近づいていく、おー、でここから強パン、そうだ、しっかり対空して、ここで来る、いや2発、あー投げに行ったところだったが逆に返される、ここで飛び込み、しっかり2ヒット、あの距離でも当たるんです。さあそしてリュウエンブからの最後どうなんだ、残り一発のところ、ここで落ち攻め、リートフィニッシュから、ここは龍炎武置いてあった、スライディングを燃やしていく、 D3D 踏ん張った、意外にあれ削んないのね、あれダメージがもともと低いからほとんど削り自体はないですね。あ、これ割合だっけ、そうです、このゲームダメージの割合で削れるんだっけ。さあここは龍炎武がちょっと逆になっちゃった感じなんですかね、今のね。さあ飛んで、ここで龍炎武ギリギリ当てていく、ここはジャック、いいですね、ここでこの後、さあジャック、ここであと一発でピュッとしまう、何が来る、ここで行ってしまったか、まだ行ってる、さあダーノはここで大足からの、ここで大パンを割っていく、さあここまだ分からないぞ、さあここスライディングとして、そしてここで大キック割って、ここで飛び込み、ここは最後パンチが出ていた、ジャックキックが刺さって勝ったのはダーノ。さあそして出てきた竹谷ジョー、いやかなりね差し合いの熱い試合でしたね。そして竹谷でワンピーガーがダーノと、芝十兵衛の前にまずこのダーノダックを倒さなければいけない。さあ決勝戦第2試合、おっとタイガーキック、ちょっと怪しい体育だった、まあ、じっくりと立ち回っていく、ここは組んでしまう、ハリケーンでじっくりと行きたいところ、スライディング、そうですね、このダックが完全対空ですからね、この距離を保って、さあ、あえてスライディングにはいかず、ジャックキック対空、飛んで、ここは立ち台キック、いろんな対空で決めてますね、さあ、バックレスキュー、決めて、下台パン、そっか、ダック潰す技がないのか、スライディングを、そうですね、飛び込みはないですね。あとタケヤンが振ってる牽制技も投げられ判定がなくなる爆裂拳だとか後ろに引く強パンチとかだったりするんで結構ブレイクスパイル狙いづらいですね。さあラウンド2、さあどうにか太い択を通していきたいところだがそれを許してくれないタケヤン城、ほんでここは若干前が外れたか、おっとジャンプ強パンでが、これはくぐれてしまうが、ボンボは若干安い、ジャックパンしっかりピオリまで行ってしまった、そして飛び込んでおかわり、ジャックパン、ジャックパン最後まで行った、スラで決めて勝ったのはダディアン、いやーすごい、いや一瞬でしたね。さあそうですね、立ち回りがすでにこれもある、そして出てきた芝十兵衛、あそうか1回戦、えそうだっけ、あそうなんだ、世界大会の再現トラウマあるのか、
さあさあ行きましょうか。スーパーストリートファイターカーニバル第16戦ガロー伝説スペシャルランダム2オーツ決勝戦、シワチューベ対タキアンジョーと待ってまいりました。おっと、うまい予選ハリケーン見てからすら、さあこのリードをどう生かして立ち回っていくかと。まあ、ジューベもね、あのジョーに対してあのスライディングが完全対空になってしまうのでそれもやりつつですね。ただ多少ダメージを食らってもこのように画面端を背負わせてどうするかという感じですね。そうですね、この対空をしっかり決めて落ち着いていきたいところですが、そこでうまくいかない。そうですね、若干ため時間が長いのがあってね、打ち合いづらいんですね今のね。先になっちゃう時が多いんですね非常に。さあここ、これでガードさせると結構ねダッシュ2本でごまかすというのがね10秒鉄板パターンなんですね。これが非常に難しい。ああ、そういえばそうだった、世界大会の時も俺竹谷に同じようなアドバイスしたもん。同じようにって言うと、そのダッシュ2本に気をつけてとか。さあリーチをやっていくのか芝、これはどうなの。10秒上は基本的にはジョーがガン有利ですね。ガン有利だけど、あのダッシュ2本とかも、まあ、基本的にあれ確定する状況とかない技なんで、ただそれをうまいことを通していくって感じですね。プレッシャーを与えてガードしがちにしてって感じです。でこのように画面端を背負わせて固めというのを続けていく感じですね。飛びが通った。さあまあね、キャラ相性ね、ほんと先ほどから言ってますけどそればかりではないので、さあここでピヨってしまう。しっかりとコンボ完走して、じゃあアクパンチ、さあ取り返していく。トラウマをまあね、ほんとキャラ相性とかほんとあくまで目安でしかないので、まあ、やり込みとかね、そういうのでかなり変わってくるところあるので、それをね芝君が体現してるという感じでしょうか。さあ最終ラウンド、ここ飛び込みがギリギリ入ってしまう。あ、これで裏からいった。これはピヨってしまう。いや、これはピヨリからピヨリはいけないが、この後ですね、この後、あ、ここでピヨってしまう。手を出すとまだピヨリ値が蓄積されている。決めていった。勝ったのはジュベダーノ、芝ダーノですね。おめでとう。いやー強かった。大丈夫、じゃあ、はい、じゃあこちらでお願いします。はいはい、はい、ということで優勝したダーノ芝コンビです。イエーイ、おめでとうございます。さて、いや嬉しいですね。いや美味しい、嬉しいですね。嬉しい、うん、いいやね。この前何でしたっけ、ファミ通の大会、ああこの間ね、うん、出て、あのベスト8だよね。ベスト8で、ベスト8まで残ったんですけどね、野獣先輩のクラウザーに ね、野獣先輩が強すぎて、あれもすごいいい試合だった本当に。そうですね、いや残念ながら、でも今回、優勝できて嬉しいですね。そうですね、まあ、はい、まだね、ちょっと俺はね負けたけど最強のガロボさんにはねまだ勝ってないんで、そこら辺がね、アキラさんに勝ったのももちろん嬉しいんですけどね、あのガロボさんとね、あの決勝で、そうそうそう、あの戦えるはずだったんですけど、なんかちょっとガロボさんちょっと今日若干ね、なんか今日調子が悪かったのかなっていうガロボさんみたいな感じ、ね、あれちょっとね偽物だったかもしれない、偽物だったかなって。さあそんな、柴君と組んだダーノさんどうですか。ダックで全くあの野試合で勝てない人だったんで、あの芝君絶対当たりたく、超強いですよね、野試合で勝てましたもんね、絶対当たりたくないなって思ってた、はい、いや、いいですね、運が良かったです。いや、でもあのタッチブレイク、タッチブレイクじゃないや、あのブレイクスパイラルね、結構僕が見た限りでは6回ぐらい決めてたんで、あ、そんなに決めてたの、6回ぐらい、やる、素晴らしいと思いましたね。あの見ててもなんかだんだんこう本当に伸び伸びとやってる感じがして、なんかいい感じで、外になんかあのブレイクがよく出るようになってよかったなと。あ、本当にいい感じでした、ね。決勝、タケヤンと D3D さん、あ、D3D さん、あのマイ、マイでしたよね、うん、マイ、あのジューベイとマイって結構嫌なんですよ。あ、嫌だね、せんべいくぐられちゃうしね、うん、そうですね、あのマイを倒してくれたのがすごい、あ、なるほど、それは確かにでかかった ね、 そうだね、両方ともジューベイ的には やりづらい相手だったからね、一、ね、人でも減ったのはかなり重要だったと思います。あ、最後はなんかまぐれみたいな立ち回りでまあなんとか勝ててよかったです。なるほど、さて、じゃあ、はい、じゃあそんな感じで大丈夫かなということで、じゃあ今日のストリートファイターカーニバルの第何戦かな、忘れちゃったけど、
16戦、ガロスペ2の戦い優勝した、柴君とダーノさんでした。おめでとう。ありがとうございました。はい、時間もうあんまないけどの試合しててくださいね。はい、ありがとう。はい、はい、というわけで、明日無謀にも、はいはいはい、名古屋行くということで。はい、そうですね、名古屋行っちゃいますよ。はい、あれ柴くんは行くの？柴くんは行けないんで。行けないのか、うん、あ、なるほど、残念だ。あ、柴くんは配信で見ていると。はい、はい、いいね。はい、というわけで明日、ね、アーバンオースで配信するんで見てやってくださいね。というわけで、ジョニキ、オグラトースト配信もありつつ、ありますので、はい、お楽しみに。そうですね、オグラトースト勢の方、ぜひ明日アーバン大須に持ってきてくださることを祈っております。はい、あんこが大好きなジョニキのために。大好きなんでね。はい、というわけで、来週ですね、来週は月曜日、ジャイアントグラムと、筋肉マンマッスルグランプリ2となります。はい、じゃあそういうことで、はい、ストリートファイターカーニバル第16戦、ガロー伝説スペシャル、ナンブ2オン2、はいはい、ランダム2を以上終了。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうも。